では今日のお料理始めていきたいと思います。今日ブロッコリーを使った簡単おつまみレシピになります。まずブロッコリーを蒸していくので、ここにお塩を振りかけたいと思います。はい、ではこちらにお塩を振りかけますね。お塩は海のお塩、海で採れているお塩を使ってます。まずここにお塩を振りかけていきます。こんな感じです。はい、でここにあと油を回しかけます。太白ごま油を回しかけていきますね。はい、さささっと回しかけます。あ、こんにちは、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。今日はブロッコリーの簡単おつまみレシピをやってます。今ここに塩を振りかけて、油を回しかけました。でこれを蒸していきますね。はい、ここを蓋をして蒸し器にのせます。蒸し器今沸騰しているのでこのまま乗せて、約 3,4 分蒸していきますね。でこれを蒸している間に、マリネの、あ、こんにちは、ありがとう、嬉しいよ。今ブロッコリーのマリネを作るので、ブロッコリーですね、ここにお塩を振りかけて油を回しかけてます。でここに、蓋をして蒸していきます。ありがとうね。はい、でここで 3,4 分蒸します。でこの間に、マリネソース、こんにちは、お昼休みかな、ありがとうね、よいしょと、はい、でこの間にマリネソースを作ってきます。はい、今日は風がね強いんで、こっちはよいしょ、作り置きができるので作っといてもらえると、お弁当とかにも入れられると思います。で今ここにかけた油は太白ごま油です。で、今度ここにフライパンにオリーブオイルとごま油を入れていきます。オリーブオイルは約大さじ2ですね。はい、大さじ2のオリーブオイルを入れていきます。結構多い、マリネにするから結構多いかな。はい、本当そっちも風強いんだ、こっちもゴーゴー言ってる、やだよね風強いとね。でオリーブオイルを入れて、あとごま油も入れます。香り出しですね。ごま油を、小さじ2、約小さじ2、はい、小さじ2入れます。でここに火を入れて、中火の、中のちょっと弱いぐらいですね。でここに、ニンニクのみじん切りを大さじ1、はい、もう温まる前に入れちゃっていいです。と生姜のみじん切りですねを大さじ1入れます。はい、これを炒めていきますね。で香りが油に移ったら長ネギも入れます。はい、焦がさないように注意しましょう。いい香りがねすごいしてきます。生姜とニンニクの組み合わせだとね、一気に中華になりますよね。はい、すごくいい香り。オリーブオイルだけだとやっぱり中華っぽくならないので、ただごま油だけでもしつこくなってしまうので、組み合わせることでね体にも良くなるし、オリーブオイル使うことでやっぱり美容効果とか上がるので、ちょっと湯気が出てますね、蒸してるね。はい、シュワシュワ言ってきてます、シュワシュワで香りが移ってきたので、
ここに長ネギ入れます。あ、ごめん、あと赤唐辛子も入れてきます。赤唐辛子と、このタイミングで赤唐辛子の種抜いたものと長ネギのみじん切り入れますね。はい、これも炒めます。焦がさないように注意していきます。しんなりするまで炒めていきます。今日もお弁当持ってきてるのかな。お弁当持ってってるんで偉いよね、いつもね。もうお弁当持ってかないとね、食べるもんとかね、困ったりするもんね。はい、ちょうどブロッコリーが多分もう良さそうな感じなので、塩と油をまぶしてるのですごい色が綺麗に仕上がってます。はい、でこれをちょっとこう置いときますね。で長ネギはもうちょっとしんなりしてくるまで炒めます。はい、だいぶしんなりしてきて香りがしてきたので、ここに、まあ、あの前にここに乗せて蒸したのと同じようなものなんですけど、お醤油を小さじ1/2、いい香りしそうでしょう。そうなんだよ、お醤油を小さじ1/2と、あと塩麹を入れます。上に乗せて蒸すのよりまたちょっと違った感じにはなるので、でこれ混ぜます。はい、よく混ぜます。でこれがマリネソースになるので、これとブロッコリーをあえてきます。あ、こんにちは、ありがとうございます。今ブロッコリーのマリネを作ってます。これがマリネソースになります。はい、でマリネソースがこれできたので、先ほど塩をまぶして油も回して3-4分蒸したブロッコリーですねをここに入れます。そしてニンニクと生姜を炒めて、ネギも炒めて、オリーブオイルとごま油でニンニクと生姜を炒めました。ネギとね、でここに塩麹とお醤油が入ってます。あと赤唐辛子もね半分入れました。でこれをここに入れて、あと今日のポイントはカシューナッツです。カシューナッツってなんか中華っぽくないですか。カシューナッツを入れることで美容効果、アーチエイジング効果がアップするので。あ、こんにちは、ありがとうございます。あれ大丈夫、お疲れ様で大変だったんじゃない、お疲れ様。そう、ブロッコリーのマリネですね。はい、これでブロッコリーの簡単塩麹マリネですね。これおつまみにもすごくいいので、ご主人とか、ね、一緒に家族皆さんで召し上がっていただけるんじゃないかなと思います。もうこれで出来上がりです。はい、最後にもう一度分量の、おさらいをしましょう。でこれを今お皿に盛り付けてきますね。はい、じゃーん。今日は黒いお皿用意しました。質問ありますか？ここまでで、いきなりですが大丈夫かな。なんかみじん切りの細かさとか、カシューナッツ以外に大丈夫ですかとかあれば。大丈夫かな。何かブロッコリーの蒸し時間は 3-4分です。あ、こんにちは、ありがとうございます。嬉しい、もうできちゃったんですがはい、じゃあこれを盛り付けしていきます。今日ね、なんか皆さん忙しかったのかな、参加がちょっと。はい、じゃあこれ盛り付けですね。はい、ブロッコリーの
中華風マリネおつまみ。あ、こんにちは、嬉しいです。本当いつもありがとうございます。はい、盛り付けしてきます。ブロッコリーは固めに仕上げた方がいいです。余熱でも火が入ってくるので、まあ、柔らかいのが好きっていう人もねいるかもしれないんですけど、まあ、固めの方が美味しいかなと思います。で、余熱で火が入ってくるので早めに火を止めた方がいいです。今日茎の部分も周りの硬いところを取ってスライスして、あ、ありがとう、嬉しい、今日作ってスライスして蒸してます。ブロッコリーの出荷してる、お、タイムリー、すごい。じゃあ今日作って、前いただいて美味しかったよね、ブロッコリー。あ、おいしそう、ありがとうございます。作ってください。赤唐辛子は食べないように気をつけようね、うふこの間ね辛かったよねはい、こんな風に盛り付けてってください。これ絶対旦那さんもね喜んでくれると思うよ。最近ちょっと家族で食べれるおつまみシリーズにしようかなと思って、はい、でこのマリネソースもったいないので、あ、気をつけますね、最初に取っとくといい。でもこれなら上に飾っちゃうから分かんないと思うんだけど、はい、見えなくならない。はい、でもったいないからこのマリネソース上からかけちゃおうね。はいはい、で、まあ、ちょっと飾りにこの赤唐辛子を上に乗せてあげるとおしゃれになるかも、こんな感じで。はい、じゃあ分量のお皿いきたいと思います。ブロッコリー1株です。で、上に蒸した時に上にまぶすお塩が小さじ2分の1ぐらいになります。で、そこに、太白ごま油を回しかけ、あ、こんにちは、ありがとうございます。太白ごま油を回しかけました。で、3、4分ブロッコリー蒸しました。で、その間にマリネソースですね。マリネソースは、オリーブオイル大さじ2、あとごま油が小さじ2入ったところにニンニクのみじん切り大さじ1と生姜のみじん切り大さじ1を入れて炒めました。で、その後に香りが移ってきたら長ネギのみじん切りを大さじ2 と、赤唐辛子半分ですね、これですね、赤唐辛子。赤唐辛子は種抜いてくださいね、種抜かないと辛くなっちゃうので。じゃあ赤唐辛子2分の1入れて炒めて、そこに塩麹が大さじ1 と、醤油小さじ2分の1が入りました。そこでマリネソースが出来上がったので、蒸し上がったブロッコリーと合わせて、あとカシューナッツも加えて出来上がりです。これ2、3日持つのでぜひぜひ常備菜にもなると思うので、あとさっき言ったおつまみにいいと思うのでぜひぜひ作ってみてくださいね。後で詳しいレシピまたアップします。質問ありますか、皆さん大丈夫ですか。なければ終わりにしちゃいますけど、最近すぐ終わっちゃうんで15分ぐらいですね。大丈夫かな、みんな。今日の夜ぜひじゃあ作ってみてください。じゃあこれで終わりにしましょう。ありがとうございました。